月ゲンは、ドイツ南部の町で、バーデンビュルテンベルク州のシュトゥットガルト地域にある。月ゲン軍の軍庁所在地である。ホーエンシュタウフェイ山のふもと、フィルス川の谷の間にある。ガングメーカーのメルクリンがあり、またユルゲン・クリンスマンの故郷である。月ゲンは、アラマンニ人の指導者ゲッポにより、3世紀か4世紀に創設されたと伝えられている。 1782年8月25日の大火災で町の大部分が消失したがすぐに再建された。19世紀の産業化によってこの地は産業の中心地になった。現在もメルクリンやシューラーのような企業が存在していることに当時の面影を見ることができる。月ゲンと近隣のジェビンハウゼン村は1777年から第二次世界大戦までは 盛んなユダヤ人コミュニティのホームタウンであった。1777年、バロンフォン・リーベンスタインはエリアス・ガットマニア、その他のユダヤ人にジェビンハウゼン村への居住を認めるレター・オブ・プロテクションを発行した。このコミュニティは成長し、1800年代中頃に最盛期を迎え、人口の中心はジェビンハウゼンから月品源に移り、19世紀終わりには、 ユダヤ人はアメリカに移住し始めた。1881年に設立された月品源のシナゴーグは1938年11月9から10日の水晶の夜で破壊された。コミュニティの詳細な記録は1907年から1937年までこのコミュニティに使え、また、 月品ン市内の信徒のための図書館の設立を推進したラビのアーロン・タンツァーによって収集された。総合的なユダヤ人コミュニティ市である大ゲシヒテデア・ジュデニン,ン・ジェビンハウゼン・ウントグ・ピンゲンは、タンツァーによりジェビンハウゼンの定住150周年の1927年に初めて作られ、カール・ハインツルスによる情報の更新を加えて、月品玄市により1988年に、 再販された。1992年に設立されたジェビンハウゼンのユダヤ人博物館は、ジェビンハウゼンと月ッピンゲンのユダヤ人コミュニティの歴史資料を保存している。1930年、月ッピンゲンの北に民間の飛行場ができた。1935年にドイツ空軍が接収し、空軍基地に拡張した。1945年から1949年まで、 ここには避難民や難民が居住していた。1949年、戦闘中の勇敢さに対し、死後にシルバースターを授与されたチャールズ・エイチ・クック・ジュニアを記念して、クック兵舎と改名された。1950年末、米国の第7部隊がシュトゥットガルトを復活させ、アメリカ陸軍の部隊が、クック・バラックスに駐留し始めた。この兵舎はさらに拡張され、 第28不評師団の本部として用いられた。第28不評師団は1954年に第9不評師団として再編され、1956年に第8不評師団と置き換えられた。さらに1957年に第4機構師団に置き換えられ、1971年に第1機構師団に再編されて1972年に、 アンスバッハのヒンデンブルク兵舎に移った。第一不評師団は1991年に復活されるまでアウクスブルクから移っていた。クック兵舎は1992年にドイツ政府に返還された。兵舎はしばらくの間再び難民の居住区として利用され、その後民間に戻された。ドイツ国内ハンドボール一部リーグにフリッシュアオフゲッピンゲンが所属している。 ありがとうございます。